しょう。今日も現場入っていきます。事後調べ作業。お疲れ様です。今日の作業はここで終わろうと思います。はい、こちらショッピングモールの駐車場でお米を炊いております。今日は山でテント張るの寒かったんで、今日も満喫に降りてきました。漫画喫茶に泊まると
30分、最初の30分190円で、シャワー無料で入れるんで、30分でシャワーも浴びて、ね、泊まる満喫なんですけど、30分だけで1回お会計終わらせて、出てきて駐車場で米を炊くというライフハックでございます。でしかも30分でシャワー浴びのパンツふみふみしーの一緒にシャンパンツで石鹸をつけて体を洗いのパンツも綺麗になりの、ね、で上がって、ジュース2杯飲んでソフトクリーム食べてちょっと文章書いて充電もして30分間バッチリですね。バッチリで今から飯ゆっくり食べて、そこのちょっとプチ贅沢でスターバックスがあるんで、そこで読書をしながら、本を読むと、そして明日に備えて漫画喫茶で泊まると、今日はそんな感じです。スパイシーないだろ、最近したいこといっぱいあるんですよ。今読んでる本、こちら僕のおじさん網野義彦って人に興味があって読み出しました。なんか網野義彦の有名な本を読む前に、ちょうど中澤新一っていう僕の好きな書き手の人が、実際におじさんらしいですね、甥っ子らしくて、その人が紹介してるようなっていうか、なんていうか、こういう、手触りがあるっていうかね、実際にそこで幼少期から知っている人が書いたその人の人物像を読んで、そこからこの人の著書に入っていくと読みやすいんじゃないかなと思って読み始めたんですけど、やっぱ面白いですね、すごい。てかこの中澤新一って人の文章がめちゃくちゃ面白くて、どの本もめちゃくちゃ面白いです。この中澤新一って人の書いたんと編集としてる港と熊楠のシリーズが大好きで、そこから港と熊楠にめちゃくちゃハマって、これいいですね。また新しい、今まで手つけてこなかったこの網野義彦とハマっていきそうですね。米が炊けるまで読書して、油じゃん、車のライトが照明というね。みんなありがとう。よっしゃー、完璧できたー。イエー。